ノズルの交換をしてみたいと思います。通常の掃除機ですと、この連結部分が棒を差し込むタイプが多いんです。長年使っていると差し込んだ棒が固まってしまって、連結部分が外れなくなってしまうということがよくあるんですが、こちらの掃除機は1箇所、2箇所連結部分があります。このボタンを押します。で、一旦ちょっと置きます。このように先ほどのボタンを押して、もう一方の手でヘッドを引っ張るだけで軽く外れます。固まって外れないということがありません。これは布団用のノズルなんですが、ダニも吸い取ってくれる強力な布団専用のノズルです。これですとダニは吸い取ってくれるのですが、シーツや布団カバーや毛布などをの布を吸い取るということはないので、布を吸い取ってしまって動かないなんていうことがありません。例えばこれを付け替える場合、ちょっと片手でやりづらいのですが、このようにはめ込むだけで大丈夫です。